ピピッピー、グッドモーニングだっピー。今日はモーニングメニューの中からアボカドエッグトーストを紹介するっピー。朝はご飯派っていう人にも一度は試してもらいたいモーニングメニューだっピー。ほんのり甘みのあるトーストに特製ソースをミックスしたアボカドをのせるっピー。さらにさらにそこにはフレッシュトマトものせるっピーよ。爽やかな朝にはぴったりのメニューだっピー。そこにベーコンを乗せるっぴ。とその前にこのとろーり半熟卵がとっても大事なポイントだっぴ。お家ではなかなか準備するのがめんどくさいっぴ。こういう特別な時に食べるのが美味しいんだっぴ。ちなみにセットドリンクにはアイスコーヒー、ホットコーヒー、アイスティー、ホットティーから選べるっぴ。みんなは朝は何を飲むっぴ。早速実食だっぴ。この半熟卵を、あーピピピピピー、これは罪深いっぴ。この半熟卵とアボカドをしっかり混ぜるのも美味しいっぴ。トーストが薄いから一口サイズに切るのもそんなに難しくないっぴ。僕はくちばしではアボカドをつつくことしかできないから人間のみんなが羨ましいっぴ。僕も全てを混ぜて美味しく一口でパクッと食べてみたかったっぴ。半熟卵とカリカリベーコンの組み合わせが最高だっぴね。こんな美味しいモーニングを食べる日はゆっくり過ごしたいっぴね。読書をしたり予定を立てたりするのもいいっぴ。優雅な朝のひとときだっぴ。美味しいモーニングメニュー、アボカドエッグトースト、試してほしいっぴ。バイバーイ。